ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれぬ。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。こいつこの魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで、包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。いた、船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった、無事だったんだな。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、退避しろこれは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。
どこで何を吹き込まれたか知らない。俺たちを食う気満々みたいだな。顔のついた触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。やったか。なんだあの大きさは。おお、傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。ならそれ以上に切り刻むだけだ。カイネ、あいつの弱みもう分かっているんだろう。早く切り刻まなければ俺たちが殺されるぞ。分かっている。おい、あいつの本体は口の中だ。それを叩くしかない。カイネ、でもどうやってあの高さまで行けば。裏口叩く暇があるならあいつが倒れるまで切り続けろ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。やつはあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい、人間に刃を向ける気はない。よし、効いてるみたいだ。奴の頭部に膨大な魔力が集中しておると。頭部を攻撃すれば魔力を暴発させられるかもしれん。倒した部位を攻撃するのだ。魔物の本体は口の中です。急いでください。
なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だなおい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。なんだか夢でも見ていたようだ。おい、あんた。あなたは私に何か言おうですか。ほら、あんたに手紙だ。手紙？ナンパ船にいたあいつが書いたものだ。ルイーズが、ありがとうってなんだよこれ。あれだけ教えてやったのに、こんな汚くて一生懸命だっちね。どうしてあいつの笑顔が頭から離れないんだ。あいつの歌が耳から離れないんだ。たとえ人を食っていたとしても、化け物だったとしても。